んにちは、ブラックパレードの良平です。今回はですね、新しいプロジェクトのお話をしていきたいんですけれども、前回、YouTube の方で5000人記念ライブというね、ものをご覧いただいた方も見えると思うんですけど、そちらの方でですね、ちょっとお話をしたんですけれども、今ですね、FXR の方が、少しちょっと開くような感じで、マラサの方がちょっと5月末から、1ヶ月ほど北海道の方にね、行くということで、その間作業が、ストップしてしまうのと、帰ってきてから作業を進めていただいて、7月、8月に例えできたとしても、新品のエンジンをですね、夏の時期に慣らしを正直あんまりしたくなくてですね、もうちょっと涼しくなった、秋ぐらいから慣らしをしたいなという、個人的な意見のもありまして、なのでですね、ちょっとしばらくですね、 FXR の方が空いてしまうという感じです。で、塗装とかはその間にスコブさんとかね、方で進めていただくんですけれども、かなり空いてしまうのと、あとバイクのね、任意保険に入っているんですけど、もちろんその間すごいもったいないなっていうのもあって、あと動画もね、こうやってなんかプロジェクトやりたいなっていうのもあって、ではちょっと前にですね、ブラックパレードのインスタグラムの方でスポーツスターか新型ソフテールかっていうね、アンケートをインスタグラムのストーリーで撮ったんですよ。で、そうしたらですね、結構皆さん答えていただいて、で、一応結果的にはスポーツスターが買ったんですよ。で、個人的には M8 のソフテールをザ・クラブスタイルというかザ・パフォーマンスハーレーをもう1台作ってやるのも面白いなと思ったんですけど、皆さんね、ご存知か分かんないですけど、今もうハーレーの中古市場がもう結構すごくて、かなり上がってる状態です。ストリートボブとかを探しててもやっぱり多分どうだろうな、新車とほぼ変わらないような値段になってるんですよね。で、そっからカスタムして後から売るってなると結構大変で、だからちょっとどうしようかなっていうふうに思ってて、で、やっぱりアンケートの結果的にもスポーツスターの方が多かったので、今回ですね、スポーツスターでプロジェクトをちょっと始めようと思います。で、そちらのね、ちょっと今日は告知動画という感じになるんですけれども、実はですね、もうこれ撮ってる日にもう車両は届くんですよ。実はもう今日納車される予定で、また次の動画でね、その車両の方はお披露目させていただこうかなと思ってるんですけれども、中古の車両を見つけまして、それをねちょっと手配して、今日納車という形になっております。車両のね、詳しい情報とかっていうのは次の動画で、皆さんにね、お見せしたいかなと思ってるんですけれども、一つですね、今までのプロジェクトと、少し違う点があるので、ちょっとそこをねお話ししていきたいと思います。はい、まずですね、この車両はですね、もうこの時点から一応フォーセールとさせていただきます。値段とかはですね、もちろんどれだけカスタムするかによって決まってくるんですけれども、これは僕が常にこう所有するというよりは、ブラックパレードのプロジェクトとしてやりたいなと思った車両なので、今からこうパーツ選んだりとか、組み付けしたりとかっていうのを動画で配信していく中で、その中でちょっとこの車両欲しいなっていう方がもし見えれば、お気軽にお問い合わせいただければ、大体最終これぐらいで着地してこんな感じになる予定ですよっていうのはある程度お話しして、予約みたいな感じで、で、プロジェクトが終わって車両が完成した時点でお渡しっていうことはしようかなというふうに思っていますので、興味ある方はね、ご連絡いただければと思っております。それがね、ちょっとテーマにあるということもあって、めちゃくちゃカスタムはしません。で、今回なんでスポーツスターをやるかっていうと、結構ね、前からそのスポーツスター高さ見たいっていうおっしゃっていただいてる、声とかも結構あって、僕も車数付きのねスポーツを作ったことないのでやってみたいなっていうのももちろんあったんですけども、やっぱり日本の市場の中でスポーツスターっていうのはかなり割合を占めてると個人的には思っていて、アメリカだとやっぱりちょっと人気がなくて、今年でなくなるのかどうかちょっと分かんないんですけども、毎年毎年どんどんなくなるっていうのは言われてて、それがちょっと、21年モデルで車種が3台になったこともあって、そろそろなのかなっていうふうに個人的に思ってて、なのでそこでね、ちょっと最後にスポーツスターベースのものをやりたいなとはずっと思ったので、皆さんがこの動画を見て、このスポーツスターのプロジェクトを見てある程度真似できるカスタム車両を作りたいなっていうのは、結構本音で、もちろんその僕が前作るダイナとか今回の FXR とかももちろん真似してもらうことも全然できるんですけども、やっぱ金額的なところでかなり結構偉い値段になってくるので、値段をできるだけ抑えて、で、その中でもブラックパレードらしさ、そしてかっこよくっていうのが今回の僕の中のテーマであります。
なので、例えばマフラーにしてもそうなんですけども、まあいろいろもうすでにね、部品は見て注文してるものもあるんですけれども、まあ、例えばマフラー、今までだったらちょっとこう変わったマフラーとか、人があんまりつけてないマフラーをチョイスしたりするんですけども、じゃあそれをね、この動画を見た時に、それを作りたいってなった時にやっぱりそれができなくなってしまうとやっぱり意味がないのかなっていうのは今回のスポーツスタイルプロジェクトであったので、まあ、できるだけどこでも手に入るような部品を使ってかっこよくするのが、まあ、今回の僕の自分の中の課題であるので、まあ、そしたらね、皆さんにどんどん真似してもらって、ちょっと BP スタイルのバイクをね、いろんなところで作ってもらえたら、個人的には嬉しいなっていうのもあって、で、まあ、もちろん、ね、このプロジェクトをやるからには、まあ、このプロジェクトでしかできないもの、例えばまあペイントだったりとか、まあ、そういうところにはまあブラックパレードをが作る、ものでしかできないものはやっぱり何点かはね、もちろん入るんですけども、基本的なパーツチョイスっていうのは、皆さんがね、まあ、行きつけのバイク屋さんとか、ディーラーさんとかでご注文できる部品をベースで、やっていきたいなと思ってますので、その辺もね含めて、今回のプロジェクトね、楽しみにしていただければなと思っております。やっていただくショップさんなんですけど、まだね全然僕もショップさんの方に行ったりしてなくて話もしてないんですけど、まあ僕が、普段ねお世話になってるところに、これはここでお願いして、これはここでお願いしてみたいな感じになると思います。である程度僕のペース、動画の配信のペースとかを崩さずにできるところでお願いしようかなと思ってますので、まあ、できるだけ、まあ、月に2本ぐらいはこの動画プロジェクトのね動画をアップできるようにしたいなと思ってますので、まあ、その辺含め、楽しみにしていただければなと思っております。はい、というわけでですね、まあ、今回ちょっと新しいプロジェクトのお話をさせていただきました。まあすでに今日もうあと数時間後にね車両が届くので僕は非常に楽しみなんですけど、またその動画をねすぐ今週中にはアップできると思いますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。